壁学部、松井一夫です。さあ、順番にやっていきましょう。壁と学部ということを中心にやっていきますという形になります。はい。で、まず、ポイントになってくるのが、壁という形になっています。壁って何ですかっていうと、前も言ったように、花びらのことになるわけです。花びらのことになるわけなんですけれども、なんで花びらですかっていうことになったときに、皆さんもっと考えてほしいんですよ。やっぱり、その、虫を寄せ付けたいんですね。これがポイントです。虫を寄せ付けて、花粉をつけたいんですね。蜜を出したいんじゃなくて、花粉をつけて、誰か自分ところの花の別の花のところに、花粉をつけてほしいですよっていうことが、花弁になるわけなんです。ここが重要になってきます。これが花弁という形になってくるわけです。だから、いいですか？綺麗な色をしていないと、寄ってこないでしょ。見つけてもらえないでしょ。いいですか？何でもそうじゃないですか。例えば、何でしょうか。自動車とかの展示場とか行ったら、綺麗な女の人とかいたりするじゃないですか。で、皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、大人になられてからですね。大人になられたら、要するに女の人だったりすると、化粧するじゃないですか。あれ、なんでですかっていうと、簡単に言うと、男の人寄せつけるためですよっていうことになるわけでしょ。虫の世界でも全く一緒です。やっぱり美人や弱いんですよ。ね。だから、虫の世界によって美人って何かってよく目立つってことです。よく目立つ花だった場合は、虫さん寄ってきやすいわけです。いいですか？で、その要するに虫を寄ってきやすいようにするために綺麗な色をしておく必要性があるから、花びらである花弁を作っておく必要性がありますよということです。で、もう一個が、萼です。いいですか？萼です。で、萼は何かっていう話になりますが、つぼみありますよね。で、ここに重要な花の要するに重要な状態になったとするじゃないですか。それこれ剥き出しにしてたら風にビューって吹かれたら、はい、死んでしまいましたっていう形になるでしょ。で、この花の中の重要な要素を、この萼がこうやってこう守るんです。こうやって守るんです。これが重要なポイントになってくるんです。いいですか？この萼によって、この花の中の成分っていうのを守りますよっていう役割をするのが、萼という形になるわけです。よろしいですか？だから、つぼみの時に、このガク君が、このガク君が、ブロックしてくれるんですね。その風とかから、いろんなものとか、虫とかから、ブロックしてくれるというのが、ガク。で、昆虫とか、鳥とかをおびき寄せるために存在しているのが、カベムというふうな形になります。よろしいでしょうか。はい。それではね、本日も皆さんご視聴いただきまして、誠に、ありがとうございます。